はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。チャンネルクララ&魚屋のおっチャンネル共同企画、倉山満町決定版皇室論、日本の歴史を守る方法を読み解く。イエーイ。相変わらず歌舞伎のように見栄が決まってますね。そうなんですね。はい、もう生田さんに聞かれないと死んじゃう体になって寂しかったです。しょうがねえな、打ってやろうかブチみたいなというちょっと自説柄ちょっとやばいです。やばいやばいね。はい、いやだけどしかしまあよく本書きますねこの人は。ありがとうございます。ありがとうございます。で今1年に何冊ぐらい書くんですか。去年すごくて危うく11冊になりそうになった。月1回だ。うわ、まあ結局10冊で終わりましたけど、はあ、1冊はなんか私の手を煩うことなく世に出てたんでよかったよかったっていう感じなんですけど、いやまた今回はまたヘビーなネタで、うん、そうなんです。いやヘビーもいいとこですよ。いやもうこれド直球。いや、うん、僕はね、うん、自慢じゃないけどね、はい、皇室大好きで、あ、はい、もうほんとね時間があったらね皇居行きたいなとか思う口なんですよ、はい、それで、それが高じて神社好きになって神主の資格まで持ってたんです。はい、いつの間に、うん、そうなんです。いつの間にね、あれね指定とかじゃなきゃ取れないんだけど、はい、あるコネクションを使って潜り込んでですね、はい、ちょっとそういう研修を、はい、約1ヶ月か、はい、受けて、一応直会って言って一番下っ端なんですよ、はい、下っ端の資格は私持ってるんです、はい、うん、だからねこの皇室大好きなんだけど、なんか時代がどん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 変わってって、はい、これが本当に続いていけるのかなっていうのは、はい、まあ常々なんか心配だなと思ってるんだけど、はい、うん、いやそれってずっとそうなんですよ、うん、2683年間でずっと心配されてるの。ずっと心配ですよ。あ、だってこれやっといて大丈夫っていう方法ないわけですよ。あ、そっか。だって絶対子供が生まれる技術がない限り常に不安定じゃないですか、うん、どんな制度であろうが。だからよく今までの皇室を続けるには側室がいなきゃいけないんだとか言いますけど、側室100人いても子供1人も生まれない可能性だったりします、ね、まあ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 、そう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 。だから絶対子供が生まれる事実がないのにずっと2683年間も続けてきたっていうことが脅威、うん、いやだからよくねこの皇室がどうだヘチマの正しだって議論をするけど、はい、いいじゃんこれで、はい俺ねもう本当にね、なんでお前ら不敬なこと言ってんなと思うんだけど、だってこれはもうこれでいいわけですよ、これ、はい、歴史そのものであって、はい、我々が尊敬に値する存在なんですよ、はい、それが理屈が何こういう人だから尊敬しなさいじゃなくて、ただ単に尊敬をすればいい、はい、存在、はい、だと思うの、はい、だからそれをだからね続けてほしいんだよね。だからそれがあるから日本ってまとまるっていう部分あるんじゃないですか。そうです。女性週刊誌で叩かれてるから変えようとかそれ理屈になってないですよ何女性週刊誌で女性週刊誌読むと、うん、もう今秋篠宮家だったら何言ってもいいみたいになってるじゃないですか。あ、いや俺全然そういうの興味がなくて見てないんだよ。主に女性自身あ、本当、うん、例えばどういうこと書いたの。まあ、篠宮本当の父親で検索してください。え、もうそのレベルの誹謗中傷ですよ。何、篠宮のお父さんっていうのは上皇陛下じゃないみたいなことを平気で流してる。くだらねえ本当証拠あるのって言ったら顔が似てないとか言って、うん、やろう本当の父親はこの人だ似てるだろうって全然似てない。そっちがすいません、そっち全然似てないですけど、そういうレベル。だからそれっていうことは美智子皇太后陛下が、はい、不倫したっていうことを言ってるわけですよ。それは皇太后陛下に対する戦前だって不敬罪ですよ。牢屋ぶち込む話ですよ。そういうレベル。いや昨日ね実は衆議院の予算委員会見てたんですよ、はい、まあ野党っつのレベル低いなと思ったけどそれ以下だね、はい、ひどいな、そんなこと言ってんの、はい、
それでまた読んでその気になっちゃう人もいるのかね。だからその秋篠宮家に対しては何言ってもいいだったし、まあ、特に紀子さんとかね、うん、もう散々叩かれてるし、その前雅子さんだし、その前美智子さんだしで、皇室に入った女性に対しては何やってもいいって勝手に勘違いしてる人がいっぱいいて、で皇族の方々って国民の時は何か言ってもいいけど、うん、皇族になった瞬間何も言えなくなるじゃないですか。ね、確かにね。だから眞子さんになって皇族のうちはずっと黙ってたっていう、国民になった瞬間言いたいことを言って、うん、まあ、正直あれは国民を敵に回した10分間だったかなとは思いますけど。なるほど。ちょっと個人的なね、ちょっと話で違うんですけど、うん、今、はい、眞子さんの話が出たけど、はい、僕ね、あの加古親王殿下大好きなの、はい、めっちゃ可愛くないですか。もう私の口で言うと不敬罪になると思います。いやいやいや、まあ、でもね、あの即位の礼の時の、うん、あのなんていうんですか、十二人っていうの、うん、はい、あれを着てさ、そそと歩いてきた時にはもう、うん、なんて可愛いんだろうと思ったもん、うん、だからエロかっこいいお姫様とか言われます。エロかっこいいって言っちゃいけないんじゃないか。そうそうそう、言っちゃいけないんだけど、 そ、 う、うん、そのレベルだったらまだね、うんうん、お前不敬罪だってすみません、本当の不敬罪が平気で飛び交ってるんで。いや、はい、あ、そうか、じゃあ下手に可愛いとか言っちゃうのも不敬罪なの。普通は、まあでもそれでも全然いいじゃないですか。いやいや、それはいいでしょ、だって大好きだもん、うん、俺あの、うん、あの子とか言って。でもそこで、いや愛子様は可愛いんだから愛子天皇とか言う人もいるで、いやそういう問題じゃないですか。あ、いやいや、あのそいや AKB じゃないんだから。うん、だからセンター決めるんじゃねえんだからさ。はい、いやでも愛子さんもまあやっぱり年を取ってくるとなんかだんだん落ち着いて、まあ、上品で、うん、あれさ、俺いつもねこの皇室の話になると思うんだけど、あのね、あの品の良さというかね、落ち着きというかね、あれっていうのは血であり歴史でありね、あれこそ日本を体現してくれてんなと思って、はい、いやもう本当にありがてえと思うんだけどね。日本の歴史を背負ってらっしゃる方、そのものなんだから歴史。皇室って何って言ったら日本の歴史そのものです。そう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 、日本って何、皇室をいただく国です、うん、っていう。で神武天皇の伝説以来ずっと続けてきて、はいはい、悠仁殿下お一人がそこを背負ってらっしゃるので、うんうんうん、でこの本あの書かせていただいたきっかけは、はいはい、日本の歴史を止めて、あの変えたい止めたい連中は悠仁殿下を狙えばいいわけですよ。で実際に殺人、随分物騒な話だね。だって実際殺人未遂事件も起きてますね。いやピンクの包丁を置いてたって机の上に、中学校で、中学校で、あの久々殿下が通ってらっしゃる中学校になんか賊が侵入していなかったんで、あの久々殿下の席の上にピンクの包丁置いてたって、なんでお前分かった。またピンクの包丁ってどこで手に入れんだろうね。そういう問題ではなくいやまあでも完全に殺意があったということです。へえ、そんなことあったんだ。だから本当今の状況は一本だけ糸がつながっていると。うーん、悠仁殿下が次世代の天皇陛下になられることは決まっている、はいはい、その次どうするんだって話を今やってるんですよね。うーん、今金城陛下がいらして、はい、でその次は秋篠宮家に移る、はい、ということはここ決まっているんですけど、うん、じゃあまあ秋篠宮さんはまあ陛下とほぼ同世代、はい、で次世代は悠仁殿下しかおられないので、悠仁殿下にお子さんが生まれなかった時どうするんだ、うん、だって絶対に子供が生まれる技術はないんでどうしようかっていうことがこの本のきっかけなんですよ、うん、でも結論っても出てません。いや菅内閣の時に報告書が出てですよね、まあ、皇族がいないとダメっていう、うん、だって悠仁さんが天皇陛下になられた時皇族ゼロになっちゃうんですよ、うん、今の制度だと。ああそうですね、うん、いやだから前も言ったけどこうやって遡っていくと、はい、あの旧宮家があって、で皇籍に 復活をしていただいて、はいはい、っていう。だけどそれやっても 100% じゃないんだよね。だから可能な限り、うん、あのお支えしようと。でも今悠仁殿下お一人を狙えばいいって話になるし、ああ そうか、でそういう物騒な話じゃなくたって、うん、じゃあお嫁さんになってくれる人って本当に出てくるのかぐらい叩かれ回ってるじゃないですか。嫌だよ、嫌だよ。
だって平民でさ好き勝手やってさちょっとお茶飲み行ってくれて、いやいやセブンイレブンのコーヒーでいいやなんつって飲んでてさ、うん、でそれが急にお嫁かなんか行っちゃったら今度コーヒー一杯飲むのも大変だもんね、うん、あなかなかできないですよそれ。だ皇族の方で本屋行くのが趣味な方でも、うん、やっぱりそうか私みたいにちょっとそこ寄ってくれってできないですよ。だから開店前にあのお客さんがいない時にどうぞご自由にってやんないと。あそういうことは実際やってるんですか。そういうふうにや、まあ、どこかに出てましたねそれ。そういうふうにしないと他の人も迷惑かかりますよね、うん、だって皇族の方どころか、うん、総理大臣や行くんだって SP が十何人ついていくからお客さん迷惑で、そうそう橋本龍太郎さんいきなり本屋に寄っちゃうからもう経過もお客さんも大変だったって。あそうですか、うん、本屋寄るの趣味だったんです、ね、いやねこれはね日本の皇室のお話ではないですけど私ねスウェーデン大使館から俺の携帯に電話があってはいいやいやあの大使館から電話があって、はい、あのすいません築地市場の見学を皇太子がやりたいと言ってるんですが、はい、いかがですか案内してもらえませんかって俺に電話かってた、はい、それはお目が高い。まずねあのちょっとね何個か質問させてくれと、はい、今皇太子って言ったかって言ったら、はい、そしたらはいって皇太子さんは次の国王じゃねえかよってそうですよっていうわけで、それを案内するってお前じゃあ外務省に言ったのか警察はどうなんだ、市場ってのは東京都のもんだから東京都には行ったのかって、いやまだ行ってません生田さんの都合を最優先素晴らしいなんだそりゃみたいな感じで、それで、今回はお忍びですからっていうわけ、もうだからあの車も国旗を、うん、あのカバーして、はい、それでお忍びで来ますっていうわけ、はい、でいやじゃあ連れてく人数だって大変でしょうよ皇太子だったらって、いやいや今回お忍びですから30人ぐらいですよってバカ言ってんじゃねえよって言ったことありますね、はい、お忍びだから30人そうそうそうお忍びだから30人でまああとはねだからそういう面倒くさいことは東京都の警察と話してくれって言って俺振っちゃったんですよ、はい、いややんな俺構わねえからって、うん、それで実際案内したんですよ俺、はい、だからビクトリア女王あビクトリア皇太子殿下、はい、ご両親がグスタフさんって言って、はいはい、それでその結婚式の時にあのアバのダンシングクイーンっていうのが披露されたという結婚式の、ご夫婦の間に生まれた子、はいうん、だから即位の礼の時も一番前に座っておられましたビクトリアさんで俺のこと覚えてるって言って、うん、すごいですね、うん、あのねあるね魚屋さんがね魚屋ってもあのでかい上場会社ですよ、うん、そこの人が行って女王と一緒の席になったんだって、うん、してどういうお仕事ですかっていや魚屋ですって言ったらあ魚屋といえばあの築地の生田さんは元気って言われたって去年の話だよこれどう答えた俺のこといや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 じゃあ今メールしますってそれ友達だったからさ今メールしますってビクトリア陛下が生田さん元気かって聞いてるよっていきなりスマホでみたいなすごいまあそんなことがありました、はい、すいません脱足でごめんなさ い, い, やいやしかしスウェーデンのインテリジェンス能力高いですねいやいやすごいっすよねなんで俺に来るのかなと思ったけど、うん、いや目が高い何の話でしたっけいやいやすいません皇室はね、うん、なぜ、はいもう理由なんかいらないんですよ。いやだから、うん、よくさそのなんていうの 女性天皇にするためにはこういうこういうこういうことってへりくつがいろいろあるけども、うん、いいって理屈じゃないからここはと、うん、要は理屈が通用するもんじゃないんですよ、はい、ね日本の2683年の歴史っていうものそのものなんだからそこにだって現代の能書きをはめるなんていうこと自体がおかしい、うん、そうそうそうだからもうずっと続いてきたから誰かが現代で考えたこれが最高の皇室だみたいなことやっちゃダメなんですよ、うんうん、だってだって皇室なんだもんありがたいんだもんそれだけでだからずっと燃えてきたろうそくがあってこれどうやって燃やし続けようかって話だって、はい、じゃあこれなんか不安定だから電球に取り替えようって話になんないんですよ、うんうんいや電球に取り替えたらそれろうそくじゃないですよ、うん、ろうそくがいいんだからそう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 、うんいやーだからねこれ本当だけどその女性週刊誌っつうのは本当すごいもんなんですね恐ろしいちょっとあれだよ美容院かなんかでおばちゃんそういうのを見てるわけだ、はい、ちょっととんでもねえ話だみたいなみたいな感じあることない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 ことだらけじゃないですかっていう話でぶったたいて、うん、だから
うん、でそれで久もう勝手妄想が入っていって、うん、仮に悠仁殿下が即位を拒否したらどうするんだ。いや拒否しないんだよ実は、うん、はい、実は拒否しないんだな。これがそれするっていうのはあなたの妄想でしょっていう。いやだからそのどんな制度であっても、はい、例えば本人がとことんまで拒否したりとか、うんうん、極端な話自殺されたら終わりですもんね。あ、まあそうですね、自殺した天皇自殺した皇族って過去にいますしね。あ、本当にいますいます。あ、まあ自決みたいなことで自殺、まあ、前近代の話ですけど、あ、うん、本当それやられたらもうどんな制度であっても同じなんで、うんうん、国民が悠仁殿下お願いいたしますと、うんうん、いうふうな気持ちになっていただければいいのに、うん、おめえはよみたいな人がいるからそれは気分悪いっすよ。なんでおめえはよなんだろう、あなた何様ですかみたいな。だってあの皇族なんてありがたいじゃないですか、もういつもニコニコしててさ、はい、それでもって何かあったって嫌な顔一つもしないでさ、できないですしね。秋篠宮殿下がヤフーコメント読んでるって、読まなきゃいい。え、秋篠宮殿下読んでんの？最近疲れ目なんで全部は読めませんがって読んじゃダメです。え、いや、 やっぱりそういうあの父兄の輩も、うん、あの陛下の席士だから国民なんで、うん、皇族の方は自分がムカつくから、うん、無視するとかブロックとかできない。あ、え、 SNS とかも見てんのかな。見てるらしいです。あ、そうなの、うん、やべなんかこう、なんかいけねえとか思うけど別に悪いことが書いてないよ俺。いやいや、私は千の宮家の味方ですみたいな本ですよ。へ、今回本当具体的にこれね、まだ私あの今日は全然読んでないんだけど、どんな内容なんですか。ですね、内容言っちゃったら買う人いなくなっちゃうから言わないと。いや、かなり変わった構成で4章構成なんですけど、はい、それぞれに歩行がついてるんです、うん、あ、いきなりヤフーコメントがどの頃か書いてるよあら、そうそうそう。で最初の4章は例えば政治家さんなんかのところで講演する時の話を大幅に加筆してるというものを、うん、だから一気に読めるんですよ本章は。で歩行は超高度な話を、ほう、かなり注釈を、皇室の歴史で2683年プラス神話があるんで、うん、それを超高度にどの洗礼にが今の時代に合っていて、昔はやったけどこれはやっちゃいけない洗礼なのかっていうことを延々書いてる、はあ、そもそも今2683年っておっしゃったけど、はい、どこの時点が始まりなんですか。神武天皇の即位です。神武天皇が即位された年。あ、じゃあまあ俺が天皇陛下だという宣言をされた時からっていうことですか、まあ、神様からお前は地上に行け。ああ、そっかそっか。でまあ、日本国を建てたのが2683年前。あ、そっからまだでもそこって神話の世界、ね、まあ、神話から伝説になってくる。だ、古事記って知ってますよね、はいはいはい、あれすごい面白い本で上中下巻なんですよ、うん、でものすごく正直で、うん、普通の国の、うん、あの正史ってなんか、うん、あることないこと好きかって書くじゃないですか、はいはいはい、もうアメリカの正史なんてほぼスターウォーズなわけですよもう北朝鮮も真っ青なぐらい嘘800億ぐらい書いてるわけですよ。あ、そうなんだ。あの嘘つけみたいな話しかないですもんね、アメリカどこの国も、うん、日本ってすごい正直で、うん、いやこれちょっと一説があるかもしれないんで真に受けないんでとか書いてるようなすごい正確な態度で、その上中下巻って上巻って神話なんですね、うんうん、最初からこれ神の世編だから、はい、あの神話ですってことあって、うんうん、で中巻下巻が人の世編なんですけど、はいはい、中巻は初代神武天皇から第15代王神天皇、うん、はい、で下巻が第16代、仁徳天皇から第33代推古天皇で、ここのもう分かれてて、うん、中巻はまあそう聞いてんだけど、ああまあ違うかもね。ああ、で下巻はこれも間違いないからと、変なこと書いたら絶対当事者から抗議が来るからみたいな。へ、だから神武天皇注釈があるへ、自分でこれ他の説あるからね、うん、みたいなこと書いてて、だいたいこんな感じみたいな、うん、っていうすごい正直な歴史態度なんで、だから神武天皇から応神天皇ぐらいは神話と歴史の中間みたいな。あ、そうそう、応神天皇っていうのは女性で、あ、で応神天皇は男性、男性で、はい、でなんかお腹に子供がいてなんか石を抱える、それ神宮皇后ですね。あ、じゃあ、あ、そうだ、神宮皇后な、神宮皇后、そうそう、うん、
だから推古天皇は最初の女帝とか教科書に出てるんじゃないですか、はいはいはい、でも神宮皇后は天皇だかなんだかよく分かんない存在みたいな描かれ方してますね。まあ、昔は神宮天皇って言ったんですけど、大正時代に歴代から外そうってなったんで、教科書では推古天皇が最初の女帝って習うんですけど、古代日本人で昔からやってきたことの中でどれやろうか、まあ昔神宮天皇いたし推古天皇が天皇になってもいいだろうみたいな。それって大正時代でもそういう議論があったんだ。ずっと議論してて曖昧なままにしてたのを近代になって、あの今の天皇は第何代天皇なんだみたいな、そんなん数え方によって説が違っていいじゃんみたいな。いやいやいや、あのはっきり言ってどうでもいい。だからよく今の天皇陛下が第何代天皇かお前言えんのかって言われて、うん、すみません私しょっちゅう変わるんで間違いますって言っちゃう。結構倉山さんが間違えるんじゃね。いや本当本当変わっちゃうんですよ。後になってそれなんでそんな変える必要があるんだろう。やっぱりそこいじんなくてもよくない。結構きっちり決めたいみたいな人多い。なぜ決めたいの。やっぱり今の天皇第何代とか、うん、明治末年に南北朝清純論争っていうのがあって、うん、2つ割れた手をどっちが正当なんだって。ああ南北朝、はい、はいはいはい。で昔の人は、うん、あの両方本物だ。はい、で北朝ってしょっちゅう天皇を上位して変わるんですけど、うんうん、南朝って貧乏なんで、うん、上位ができなかったんで両方正統って言っちゃったら台数が合わなくなるんですよ。おうおうおう。だからどっちかに決めようって言っていきなり600年後になって南朝正統とか言い出して、今の明治天皇北朝の子孫なんだ今日なみたいな。へ、だからきっちり何でも決めようとしちゃうと、うんうん、なんか矛盾が生じるっていう。いやだって矛盾っていっぱいあると思いますよこれ。そうですよ。でも矛盾を全部乗り越えて皇室があるわけですよ。いやその通り。ああだから今篠宮の人格攻撃しててはないことない子ばっかりやってて、人格攻撃、人身攻撃、人格攻撃やってて、で篠宮は人格問題があるから今の陛下の職権ない子天皇という人いるんですけど、じゃあ歴代天皇全員が人格者かみたいな。いや人格関係ないから。そうそうそう、はっきり言って、はい、天皇家は、うん、そうなんですよ、うん、だからその伝統継いでいるということが大事だって、はい、でそれ何が伝統なのかを発見しようと、うん、ああなるほど。だから私よく洗礼原理主義者って変な人言われるんですね。洗礼、いや原理主義じゃないから洗礼を大事にしようって言ってるわけで、すごい難しい話してます、ね。はい、普通近代法って法は人、うん、その時の多数決で制定するものだ、うん、もうそれはそれで理由ありますよね、うん、今の時代に合ってることを多数決で決めようって、うん、でもそれ完璧じゃないわけなんですよね、うん、でもう一方で法はあの決めるんじゃなくて発見するものなんだっていう考え方もある。発見、そうそう。だから今一時期の多数決だけ決めたって長い歴史の中だったら、うん、実はそれ少数派じゃんっていうか、うんうんうん、歴史の中の多数決って考え方なんですけど、だからあの過去現在未来のただ一点の少数派の中の多数決で決めるってことは間違う可能性があるから、うん、過去の歴史の中から一体何をやればいいのかを見つけようっていう考え方があって、だから皇室の歴史においては、うん、あの先例っていうものをすごい大事にするんですよ。なるほど。だからあの天皇家よりも権力を握った人って藤原も平も、うん、源もっていっぱいいたじゃないですか、はい、でも誰も勝てなかったの、はい、誰も天皇になれ、天皇どころか皇族になれなかったのは、うん、それは先例がありませんって言ったら、まあしょうがないかっていう諦める。なるほどね。だからどんな権力者もそれ先例がないことはやっちゃいけませんっていうのは皇室を守る掟なんですよね。あ、前回生田さんに言われて掟って言葉を多用するようになります。あ、なるほどね。起きてか、起きてっていうのは明文化されてないからね。そうですね。時代を超えて存在するいろんな、もう起きてか、いい言葉だな。だから伝統を守れなかった時期もあるけれども、うんうん、その後元を戻したりしてるわけですよね。ああ、いやますますいいよねこのまんまで。そうそうそう。悠仁殿下までは続くんだから、その先のことをどうしましょうかって考えましょうと。だからいや、だから結論って出てんじゃないの。功績復帰していただいて、旧宮家の方々に。それは気に入らないっていう人がいて。だからなんでなんだよ。一応あの人たちの理屈で言うと、今の皇室から遡っていくと600年遡っちゃうと、うんうん、だからあのただ血の近さだけで言うと近い人いっぱいいるんですよね、うんうんうん、
例えば近衛文麿って近衛家って江戸時代に皇族養子に迎えてるんで、はい、あの皇族の子孫なんですよ。だそうなんですか。です室町時代に分かれた旧皇族の人たちと、うん、あの江戸時代に分かれた近衛家だったら近衛家の方が近いんですよね今の。ああまあそうですね、うん、江戸時代だもんね、うん、だからあの直系も大事にしなきゃいけないんですけど、うんうんうん、でもそれはもう前提として男系であって、で、うんうん、でその今の旧皇族家って旧皇族になったのはマッカーサン追い出されたから旧で当時は皇族なんですよね。その頃は伏見宮系統の方々って言われてます、はい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 、で伏見宮家っていうのは皇室の直系が絶えた時に、うん、あのいざという時はお前たちがいるんだよって言って残された家なの、うんうん、南北朝の動乱な、うんうんうん、室町の動乱の時に、はい、呉花園天皇という方が、うん、で呉花園天皇って面白くて、うん、実は腹違いのお兄さんが一休さん、え、あ、腹違いじゃない、親戚か、親戚が一休さん。一休って領官だっけ。一休さんってあのトンチの一休さん。へえ。トンチの一休さん、一休さんって五駒天皇の隠し子なんですね。あ、そうなの。坊さんにいわあのなってるんですけど、まあでも公然の秘密なんです。で、御花園天皇は遠い親戚の一休さんに、うん、あのなんかすごいやけくそになって。あの死にそうになった時にいざとなってお前だってね皇室のために備えなきゃいけないんだって手紙を送ってという話を最近聞かされて、あと、まあ、結局一休さんが皇族とか天皇になることはなかったですけれども、いろんなやり方を常に考えているのが皇室の歴史なんですよ。いやいいじゃない、その時その時のアイデアでさ、この形を続けていこうよっていう。でその中で時の天皇も含めてやっていいこととやっていけないことを歴史の中で発見しようっていうのが、うん、あの皇室の話で。ああなるほど、ね、だカンボジアみたいにやっぱ王政って時代に合わないから共和制しようぜ、俺今から大統領って言ったポルポトの大虐殺がやってきたんです。ああなるほど。だからどこの国でも時の王様であってもやっちゃいけない掟ってあるって、それ破った国は滅んでるんですよ。王様が掟を破ること自体が実は滅びることです。なるほど、掟守ってるもんね。いろんな風にさらされながらも守ってる。はいはい。あ、でもそうか、それって今始まったことじゃないんだね。そうなんす。2600年もあればもっとできることあったんだろうしね。2683年、もういろいろ楽なことあって、うん、だ男の子いないから娘に婿養子迎えようみたいな、うん、でもその婿養子ってただのパンピーじゃなくて皇族の方を迎えるってやってた。だからそれでいいけど何が問題なんだって。まあ旧皇族の人の話もまあ 100% あのそれで万事解決って話じゃないんですけれど、うんうんうん、でもいろんなやり方の中でどれが一番日本の歴史にかなってるかっていうと、だってですよ、昨日まで小室圭さんに皇族になっていただきたいっていう方々が、うん、旧皇族の方々は一般国民だから皇族になっちゃいけないって言ってる、うんうん、その差は何って聞いたら、うんうん、結婚によってなることはいいって言う、うん、でも女性はあの何人も皇族になってますけど、うん、男性が結婚によってパンピーから国民、あの皇族になった例一度もないのに、うん、洗礼は乗り越えるんだって。いやそれ伝統破壊でしょ。いやいやいや、それは違うね、うん、へーっていうよくわかんない理屈をこねてる人いっぱいいるんですけれど、まあそういう人たちに対して、まあ、一から、ちなみに私は、まあ、あの男系継承という伝統を守るべきって言ってますけど、ただ男系守ってるって言ってればいいじゃなくて変なこと言ってる人もいるし、だから女系やむなしって言ってる人の中でまともな人もいれば変、私に粘着してる変な人もいて、やっぱりそういった中で、あのなんで女系論出てきたかっていうと、悠仁殿下がこの世におられない時の議論なんですよね、はいはい、そうですね。それをその時に言ってたまともな人は、まあ今悠仁殿下がおわすから、まあ今女系言うべきではないって言ってる、うん、じゃあ今女系言ってる人ってその議論に対してどう思いますかって言ったら、愛子天皇ときめきみたいな。いやだからね、その意味が分かんないんだよ。分かんない。いやだってさ、直系ってあの簡単に言いますけどね、はい、今の陛下の直系とは言ってないんですよ、うん、直系っていうのは神武天皇直系になっちゃうんだよ ね、はい、要は根本的に神武天皇からどうやってこの伝統を続いたかっていう、そうです、ここまで続いたかっていうことじゃないですか、うん、はい、だからその家じゃないんだよね、家族じゃないんだよね、うん、そういうレベルじゃないんだけど、なんでそういう話になるのかな、うん、という話の続きは、あの生田チャンネルの方で
もうぜひ今のね、はい、女系を言ってる人でもまともな人と変な人、男系を言ってる人でもまともな人と変な人、そこの詳しい話をぜひ後半で伺いたいと思います。了解いたしました。はい、はい、ということで本日は倉山充著、皇室論日本の歴史を守る方法を深読みするをやっております。後半もお楽しみにしてください。じゃあね。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。